はい、行きましょう。今回はアザレア本間かきえん、この間もね、行ったけど、あ、綺麗じゃないの。綺麗。あの、この間1日もしくは2日で吹っ飛んでいったから、うん、うん、5寸いい感じなんじゃないでしょうか。ボリューミーですね。あ、これ3歳で入れたわ。またはい、サザンクラス。久々な感じしないですけどね。そう、え、私的には。本当にこの間も買ってたイメージ。あ、かわいいね、この星型のね、これ、これ、うん、かわいい。誰、あー、タンゴ、黒猫のタンゴ。はい、え、知らん。知ってるよ。歌ってください。じゃ、黒猫のタンゴ。歌うんかい。タンゴ歌ってるみたい。セローム、加古さん。はい、俺は過去に生きねえ、未来に生きるんだ。一個ずつギャグ挟むのやめましょう。反応に困る。セローム、はい、あの、あ、なんかこの間も買ってませんでした。え、この間もうそんなもんフッってやったら吹っ飛んでった。さすが。じゃあ、はい、ザッサーンで、セントラルローズ、岐阜県。岐阜って結構いろんなもん作ってるよね。はい、チュチュ、オプティマ、オプティマ、うん、ミニバラです、ね、チュチュはね、ピンクでね、蛍光色で可愛いんよ。見てこれ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 、可愛い。このね、この包みが可愛い、うん、私、あの、透明なやつよりも、うん、バラは絶対これの方が、うん、なんか高級感がある。これに包まれてる方が。はい、行きましょう。なんでなんですか。絶対これ共感してくれる人多いと思うんやけど。あの、はい、いや、どっちでも、俺はそこまでこだわりはない。まあ、その、おしゃれ感はあるけど。まあ、女子は、はい、女子はって言っておきます。女子は、はい。男子はどっちでもいい。そりゃそうでしょ。はい。はい、こちら。はい、愛知県。あれ、この間、え、この間オーロラ買ってましたもんね。この間オーロラやったかな、アポロか、なんか薄いやつ、うん、うん、ですね。今回オーロラの方が若干濃いね、うん、綺麗。やっぱりね、ウイちゃんはね、やっぱりこうグレードが高い。友達みたいに。いや、え、友達みたいに。そんな友達じゃなかったらちゃん付けしたらダメなんですか。めっちゃ怒る。じゃあ、じゃあ、あの、まこちゃんねるのまこちゃんはまこちゃんって言っちゃダメなんですか。はい、行きましょう。龍海園、高見さん。前、龍海園、あなた読めんかったね。そう。うん。これなんて読むんやろうって、俺動画見ながら、わ、恥ずかしいと思いながら。人のこと読めないでしょ。読めないのあるでしょ、はい、皆さんも。はい。ラブミー。あの、ピーターソンより色濃いめやから、俺は基本的にラブミーの方が好きかな。はい、そうですね。だけど、ラブミー滑ったらピーターソンでもいいよっていう。しゃーなしやでーっていう。はい、カランコエ、大野さん。大野さん、基本的に俺この糸の作りね、好きなんよね、うん、あの、一人咲きでもね、結構ね、かっちり作ってくれるっていうか、うん、ですね、うん、そうそうそう、あの、俺伸びてるやつあんま好きじゃないんよ。あ、わかります。葉っぱより出てるやつね。実はね、あの、単日植物で、はい、単日処理するとお花がついてくるってね。はい、豆知識、豆知識でした。噛んだ、噛んだ。俺最近なんか、口がなんかこう、発音が悪いんかな。発声練習せなあかんわ。俺実は、はい、あの、中学の時実は演劇部やって。え、1年だけ。1年だけ、うん、俺の中学1年の時の担任が演劇部の顧問やって、はい、あの、俺バスケ部入っとったんやけど、はい、あんま行ってなかったよね、はい、そしたら顧問が、お前そんな行かへんのやったら演劇部入れって言って、うん、なぜか演劇部に入って、うん、あんまり部活も行ってなかったけど。行ってなかったんかいな。そう。でも、あの、派生練習しとった。アメンボ赤いなあいうえおや。はい、行きましょう。はい。はい、次 LLC。 羽屋黒川。羽屋なんか生産者なんかようわからん人やね。どうなんですかね。うん、これ。俺昔からこれもなんか名前見とったけどようわからん感じ。うん、わ、でもこれ見て。これ私も同じの。ふいり。入ってました。めっちゃ可愛い。っていうか違う。俺が言いたいのは。こういう風にスリーブから伝統ってって思うんやけど、これ見て、ほら出るやん。いやいや、出たら痛むんよね、ここが。ああ、絶対お客さん同士でギリギリぐちゃぐちゃにされる。ギリギリです。出てないのもある。そう、うん、で、この白いよね、ピンクも。基本的にこうね、あの、珍しいんやけど、お客さんの目にガツンとくるのはもうこのオペラよね。そうですね、うん、確かに。この色も可愛いですけどね。ああ、いいよね、うん。
あ、これこれよ、ガレ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 この間私買ってね、すぐ売れました、ほんと石田貞弘さん、これはほんと、まあちょっと違うとこのですけど、うん、でもこれも可愛い、ちょっと花がね、小さめのやつですね、小さめやけど、やっぱこれ近くで見たら可愛いね、見てこれ可愛い可愛い可愛い、もう売りたくないから売らへんわ、はい、どうぞ、置いといてください堀田さん状態堀ちゃん状態で、こちら、はい、魚津、魚津牡蠣、富山県、はい、これね、強いですよね、ユーリアプスデイジー、まあデイジー、うお見て、モスラがおる取った、はい、抜いて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 、よし、あ、俺のデコピンでびっくりしてる、はい、大丈夫、生きてる、無意味な摂取はしない、はい、はい、続きまして、あ、これ一発目に俺押した、村岡オーガニック、はい、村岡さん見てる、村岡さん見てる、ゆうきくん見てる、はい、もうあのこのね、うまさってね、伝わるかな、伝わらへんかな、いや、わかります、わかる、うん、めっちゃ花上がってる、つぼみもこの徒長してないし、この締まり、わかる、わかるわかる、もうこれよ、これがザ・プロフェッショナル、もうこのこれなんか見て、うますぎるやん、綺麗ですね、ねえ、やっぱプロやわ競りに出てくることがあんまないから、はい、競りで出たらやっぱねいいかな、はい、はい、小川原さん、これうちもいい、ジュリアン、これほんと綺麗ばジュリアン綺麗ね、うん、綺麗綺麗、はいはいはい、はい、続きまして、上から行こうか、はい、兵庫県、増田、よしきさん、こんにちは、ピエロ、なんかこれもジェスターみたい、ちょっとそうなんよ、よくぞ聞いてくれました、はい、ジェスターよりちょっと花弁分厚めのプラスアルファで、このスリーブがプツプツで、うん、しかも出てない、しかもつぼみ感あって、花も綺麗、スリーブから出てないです、出てない、うん、俺はもうこういうのじゃないと嫌だ、はいはいあの生産者の皆さん、スリーブから出ると私は嫌です、はい、ミカさんはね、続きまして、はい、三浦育苗、はい、はい、鳥取県、これもいいよね、うん、見てほら、あ、ほんと、なんでオレンジポットにしたんやろ、うん、ハロウィンやからじゃないですか、あ、なるほど、うん、そういうことね、はい、はい、続きまして、もう俺これ超一押し、ふみそ、え、さっきのがふみそ、ちょ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 、はい、ああもう経年してる、あ、かわいそうに、はい、三井さん、はい、あ、三井さんね、三井さんのこれ見て、きれい、いやもう江口洋介でしょ、あ、出た、江口洋介じゃなかったら何洋介よ、そんなダメですよ、あ、江口か、江口のあれでしょ、江口の江口か、はい、あの北海道で言う南原江口洋介ですねってこの間コメントくれた、あ、ほんまや、ね、うん、くれてはった、うん、これ5ケースですか、5ケース、はい、じゃあ俺この前にアグリ台北のやつ、うんうん、行っとったからちょっと5ケースぐらいしか買えんかったけど、はい、やっぱこれ見たらね、やっぱ欲しくなったわ、はい、でもね、その前に俺ね、これ一発目に押しとったんよ、はい、片山さんのゴブレット、ゴブレットね、色がね、あ、これ綺麗、色がほら、うん、これ見て買わんやつおる、あ、おるん、それは置いてるとは思うけど、まあでも綺麗これ見て、ね、だからあのこれ買ってこそこれが入るんですよ、あ、そう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 、これだけ店舗に置いても、うん、うんっていう感じで、これがあるから入るんですよ、こっちも、確かにね、そうですよ、だから大量に買える人はいいですけど、で、こちら、はぁ、あ、聞いてないし次喋ってる私和歌山県、はい、よくさくすみれ、はい、まあ、パンジーとビオラの中間やね、はい、はい、見せましょうか、はい、ババーン、この黄色オレンジビタミンカラーもう最強でしょ、綺麗、でしかもこの白のねミルクセーキもねちょっと黄色がかってる、もうこれ最強、これね、かわいい、その中のジャンプアップ系からの薄いのもありつつ、赤のジャンプアップ系もありつつ、かわいい、すごくない、でオレンジ、いやもういらん色がない、はい、が2ケース、いやー嬉しいわ、これは嬉しいわ、
かったです。もう売りたくない。じゃあ飾りましょう。わかりました。続きまして三浦いくびよ。三浦さん今日は多いね。三浦と、赤っぽいメラコイです。白のメラコイです。ピンクのメラコイです。プリムラメラコイです。はい、はい、あ、神秘、これ今日神秘行ってこちら、はい、これはね、清水洋蘭園プロムナード、うん、プロムナードね、いろんな生産者を作ってるけど長野県、はい、はい、初めてですね。あ、今回初めて、ね、うん、つぼみありますね。あるある、うん、遠目で見て綺麗やなと思って、このいい感じ、何本立てですか。4本。 4F。 俺が好きなのはこのね、葉っぱがね立ってるやつ。あ、この間言ってましたね、その葉っぱ。そう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 、この立ってる、だからこう安いからって言ってこれ取ってブエーってなってしまったらあんまりよろしくないと。いい方。ほら、もうこれレインボーね、あのパチンコで言うとレインボーはもう絶対当たりよ。リアクション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 、ついてこい、あの置いてきぼりになってんぞ。金でレインボーはもうこれは買うしかないでしょ。買わないという選択肢はないでしょ。ラベルだけの話。ラベルの話。何の話かよくわからなかったけど、まあこういうシンビジウムがね、うん、うちにも入荷したよっていう。綺麗ですね。じゃあこれ別にあの売れても売れんでもどっちでもいい。欲しい人がおったらそら買うやろうし、ね、いやみんなまだ早いわって言ったらうちもそら市場に、いやまだ早いよって言うし。言うんかい。あ、言わへんけど。そうないです。ダダン。ダダダン。はい。じゃあちょっと、ほら、かわいそうに痙攣してる。はい。はい、探偵さまーす。はーい。よくやってー。今日何ケースいったんですか。今日は49。はい。はい、ほぼ50ケースですね。はい、もう店空っぽやねん。そうですね。でしょうね。タニーさん。はい、タニーさん兵庫県、はい、あのピコみたいな感じ、ちょっとお茶、はい、おお、いけるいける、映ってる、映ってます、かわいい、はい、小菊、小菊、まあ秋といえば小菊ということで、うん、あ、かわいい、あ、はい。はい、まあちょっとあの特売やからそんなに力はね入れへんけど、うん、でこちらユーフォルビア、ユーフォルビア、スノーブリザード、見てこれ、あーかわいい、めっちゃ綺麗ですね、あーかわいい、ボリューミー、そこ、まあ中まで行ったら東大草加やから、あのポインセチアのタグインになります。はい、誰ですか。はい、ヒカミナーセリー、俺が大好きなヒカミナーセリーでございます。ヒカミ、ヒカミ、はい、続きまして金大地さん、本当や、カナダさんかカネダさんかようわからん、コウスケの孫かもしれない。はい、続きましてじゃあなでしこ、でしこです。普通にえって言うでしょ、はい、あ、これいこうか、はい、これね、秋田、秋田農園俺好きなんよね、うん、配色がうまいんよねこの人、ですね、黄色多めでしょ、そうだからでしょ、だからもうこれは買わないという選択肢はないでしょ、はい、はい、これが3ケース、うん、いやもう俺やっぱりね配色でね買うんよ、そうですね、パーティーは、うん、特にね、うん、で俺あんまり白は望んでないから、うん、白が入ってるとちょっとなえる、うん、黄色ですよねやっぱり、ね、あ、黄色、黄色、俺は黄色、待って、置いた時明るくなりますもんね、黄色多かったらね、 そう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 、それは分かります、俺の元気はこの植物の黄色で成り立ってるから、はい、じゃあ黄色の花ばっかり買ってください、はい。あ、これで、あ、これね、山中ナーセリー、ウレクトランサス、綺麗、濃いくない、かわいい、濃い品種と薄い品種、欲しい、あなたの好きな紫です、うん、欲しい、はい、来年の誕生日にプレゼントしたいと思います、遠っ、かわいい、あ、かわいい、山
はい、で続きまして愛知県山口園芸、はい、ダリアマキシー、おーい、ウェイ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 、かわいい、よくない、うん、かわいいですね、うん、俺赤でもこの白が入ってる赤はね好きなんよ、ちょっとね、うん、そうそうそう、おいいよんこ、誰さん、山口園芸山口、はい、ひろふみ怪しかった、間違った、怪しかった今あの文じゃなくて上やったからわからへん、はい、続きまして、愛知県日村さん、あった、重たい、ウィルマー、うん、ウィルマー、うん、ウィルマがいいよね、うん、うん、なんか売ってて安心するんや木村さん、はい、うん、よいしょ、重いよ、続きまして石塚さん、はい、埼玉県、はい、え、石塚さん、え、塚越さん、あー、塚越さん、はい、なんかあの、本邪魔かが出てきて、なんか石塚さんって言ってもらった、え、どういうこと、はい、え、芸人でおらんかったかな、いや、いるよ、いるけど、うん、あー、これはあれやね、あの、浅場さんが、あの、うん、あんまり得意じゃないって言うから、そう、言ってましたね、俺もなんか押すのがだんだんためらっていたら、こんなちっちゃいの買ってた、いやいやいや影響されすぎでしょ、え、シャコバそんな売るの怖いかなと思っとったら、なんか、うん、買うのが怖いなってなってきて、なんか言ってましたもんね、はい、これだって咲いたらどうするのって言ってましたもんね、言っとった言っとったそしたら、え、咲いたらどうするんやろうって思ったら、だんだん押すのが怖くなってきて、いやいやいや影響されすぎです、はい、続きまして、はい、北海道川奥公会員、はい、俺ここの好きなんよ、見てバーン、あー、これ綺麗、いや綺麗、これだって1個のボリュームが、うん、江口洋介、江口洋介、ほら、あ、誰も使わへんねん、江口洋介って、もうちょっと使ってくれてもいいんやけど、綺麗、いい感じ、ビシ、今しないっすけど、え、はい、いやいや職業病やもん、はい、はい、続きまして俺これもう大ファン、はい、桑名、ゆきさらさん、ミニシクラメン、はい、バーン、これ綺麗綺麗綺麗、桑名はマジで、で、このプレゼントのね、このタグ、これね、これね、20年前からこのタグよ、あ、そうなんですね、うん、この大きさ、クワナはマジでうまい、きれい、うん、これだってこの5寸ぐらいの買うとき、クワナか、ういちゃんか、太田さんか、結構なんかね、やっぱもう決めてるもん、うん、この生産者の買うって、そうですね、で、これミニシクラメンやけど、うん、あのちょっと大輪系の普通のね、シクラメン系もね、作ってるんやけど、うんうんうん、ミニの方がね、花が多いから、俺は結構得意、そうですね、うん、だからパンジーとビオラでいうビオラみたいな、はい、はい、伝わる、伝わりますよ、あ、伝わる、よかった、あ、続きまして愛知県長風園、長風園、あのハイビスカス作ってる人やけど、長風園はマジでうまい、で、スリーブから出ない、この額のこの締まりを見て、はい、これよ、わかる、伝わる、うん、白でいこうか、これ、うん、あの作りがうまいってね、そのキュッとこう締め方がうまいんよね、そうですね、うん、これがプロよ、はい、ただ単に作るだけじゃ分かってないなはい、続きまして、あ、これ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 、はい、福岡県今村さん、ね、今村美京さん、初恋草、寒さ超強、ただ水切れ超弱いや、これつぼみかん江口洋介、はい、ブルーブルーめっちゃ出てくる、江口洋介よし、推し、はい、長野県台北アグリサポート、はい、これね、もうちょっとしたら 3.5 も作ったりするけど、はい、3寸でもボリュームある、うんうん、いいよ、うん、綺麗ですね、うん、あの三井とちょっと勝負しようよ、そう俺の推しの三井とローズでしょ、こういうのはね、比較してなんぼよ、比較してみないと分かんないですね、そう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 、だいたい1ケースずつ買うからみんな、俺の推しがこっちよ、あ、あ、いい勝負するな、でもいい勝負するな、うん、この葉っぱの、この柄が違うようになるの、うん、これ何なんですかね、でもその葉っぱの、あの品種は違うけど、うん、やっぱりね、花のこの首の締まり、うんうん、そんなの見るとやっぱ俺は三井かな、あ、つぼみはすごいよ、めっちゃあるよ、うん、出てる、でも締まり上から見たらまあまあ、まあでもどっちもほんと遜色ないぐらいいい感じ、いやでも俺結構おすすめ、うん、台北は、ね、
だけど三井のこの作りのうまさよ、うん、そうですね、うん、まあでもここも悪くない、うん、綺麗、全然いける、うんうん、あの次にね先に出てきたんよ、はい、だからうおーと思ってパシコーン行ったったまあいけるでしょう、はい、こんなもんかな今日は、はいはい、これで約ほぼ50、はい、はい、じゃあ質問せい、浅場さんの YouTube ライブめっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かった、うん、あのめっちゃ面白、あの一つ気になったのが、はい、参加してるこっち側はあの酔っ払ってウェーイってやってるからいいけど、うん、それを見てる人たちどういう気持ちで見とったんかなってちょっとあの怖くなったあの後からシラフに戻った時にあれ大丈夫なんかなって多分ね同じ浅場さんも酔っ払ってるから、うん、その時は多分楽しいと思うよね。まあね、だけど後から次の日になった時に後悔が多分すごいと思うよね。そうですかね。でも私ずっとシラフでしたけど、うん、普通に楽しかったですよ。違う、それ参加してるから、ね、あの画面越しで見てる人たちはどんな気持ちで最後見とったんやろって。でもなんかファンの人たちは、うん、やっぱりね普段からチャンネル見てくれてる人たちは、うん、こうやっぱり楽しかったと思いますよ。なんかすごいコメント、ね、コアなファンはいいよね、うん、初見であれはいいよね。あ、初見はねちょっとねあれかもしれないですけど、まあでも、うん、あのすごい楽しかったです、うんうん、まあでもあんな感じでねあの羽を開こうスナップを定期的にあの、ね、やってくれるっていうことやから、言ってましたね、うん、またいつかねあの出てくださいっていうあの出演オファーが来たら、はい、それはあのこっち側も出ようと思うけど、はい、やっぱりその毎度毎度こいついつも出てんなって思われたらちょっと浅場さんにも申し訳ないから、はい、ということで、はい、こんなもんで終わりましょうか、はい、以上です、はい。